ブッダガヤ爆弾テロ事件は2013年7月7日早朝にインド東部ビハール州ガヤー県の仏教の聖地で世界遺産でもあるブッダガヤで発生した連続爆破テロ事件。2013年7月7日午前5時半頃コウタマブッダが浄土を得た菩提寺付近で最初の爆発が発生。その後、ブッダガヤの大菩提寺付近数カ所で爆発した。 ブッダガヤ及び、ブッダガヤの大菩大寺は、仏教の聖地とされている。爆発によって2名のビルマ人、チベット人仏教僧侶を含む5名が負傷した。3つの爆発装置は、ガヤ警察爆発物処理班によって解除された。寺院と菩提寺は破壊されなかったが、インド考古調査局によれば、遺跡に損傷があった。インド政府国家調査局は2013年11月4日に、 イスラーム過激派インディアンムジャーヒディーンによる犯行と発表した。寺院で通常瞑想の時間が始まる午前5時30分から6時の間に爆発テロは起こった。マハアボーディ寺院軍での爆発は4回であった。最初の爆発は5時30分。2分後に寺院軍東部のアニーメッシュロックなテンプルで発生、仏像の傍らにあった木製の本棚が損傷した。 三度目の爆発は、寺院軍南部のバターランプハウスで発生し、ブッダガヤ事務所が損傷した。四度目の爆発は、寺院軍北部の小さなホコラで発生したが、ホコラ内部のブッダ肖像画は無事だった。マハラボーディ神軍から500メートルのところにある場所で5回の爆発があった。インド内政省は7月8日、爆発装置は10個あったと発表した。 爆弾がすべて解除されたかは不明である。爆破テロがあったにもかかわらず、ブッダガヤ管理事務所は、通常の儀式のために聖域を解放したままでいる。爆弾処理班は3つ以上の爆弾を解除している。チベット寺院のシリンダー爆弾、ブッダ像近辺の爆弾、バイジュビガハ村のロイヤルレジデンスホテルに仕掛けられた爆弾も当日午後に発見された。解除された爆弾からは、 ウルドゥ語で書かれた紙が発見され、爆破場所などを示すコードワードが書かれていたほか、イラクのための報復と書かれていた。ビハール州警察は7月8日、インディアン・ムジャーヒディーンのメンバーでサウジアラビアとスコットランドから来た容疑者について発表した。また、爆破現場に身分証明書を置き忘れていた別の容疑者が逮捕されたが、容疑者はテロ発生の日以前に、 そこを訪れたと話したため、インド警察は証拠不十分でこの容疑者を釈放した。ブッダがやテロ実行犯と断定されたアイムのツイッターは、次はムンバイになるだろうと警告しており、この IP アドレスがパキスタン所在のものであったため、インド政府は調査を開始した。7月16日、インド政府ニアは監視ビデオの分析結果と、 僧侶に噴死爆弾を仕掛けた容疑者のスケッチを発表した。インド政府によれば、テロ実行犯はブッダ像を破壊する予定であったが、すでに信徒が聖域で祈祷を開始していたため、入場できなかった。爆弾に使用されたタイマーはクワハチで購入されており、また当局はシリンダーがビハール州で購入されたものであったため内部や地域に関係者がいるとの見方もした。 パトナでの爆弾とブッダガヤで使用された爆弾は、ほぼ同一のものであった。2013年12月4日、インド当局は、ラーンチーの小屋で爆弾の設置場所を示した地図や、暗号化された実行犯の名前といった証拠を発見し、計画がかなり正確に実行されたことが分かった。これらの物的証拠は、アイムの関与を濃厚に示すものであり、 実行犯の特定もかなり進展し、また、ブッダガヤ周辺の体系人員にも設置されたことも分かった。証拠から解析されたテロ計画では6人が2人組となり、それぞれが3個の爆弾を設置するとなっていた。また、インド当局は実行犯の容疑者の実名も特定し、ラーンチー地域を拠点に活動し、ブッダガヤテロ計画を指揮していた。 パキスタンのアイム組織のリーダーも特定された。いくつかのメディアは、ビハール州警察による人員警備が不十分であったがためにテロを許す結果となったと非難した。また事件発生当時、警備はわずか4人であった。インディアン・ムジャーヒディーンは2012年8月1日のプネーでの爆破テロ事件も実行しており、2012年10月の マハヤボーディテラテロ攻撃計画は明らかになっていた。2013年7月9日時点では、テロ攻撃の実行犯について、パキスタンの組織、またはミャンマーで、仏教徒に弾圧されたイスラーム教団体といった、見方がなされた。イスラムと仏教の対立は、スリランカやタイにも存在しており、テロの動機としてはあり得るとみなされた。 ミャンマーのアルカアイダ系組織のジャマトル・タホイド・ジハードも容疑者とされた。スリランカ首相官邸はタミル・イーラム解放の虎によるものではないかと述べた。ビハール州警察はマオイスト組織によるものとの見方をしたが、マオイスト組織は関与を否定した。インディアン・ムジャー・ヒディーンの実行犯の一人、サイード・マクボールはデリー警察の取り調べで爆破を実行したと自白した。 インド大統領、プラナブムカルジーはテロ事件について、平和の死とゴータマブッダを祀る寺院に集まる、罪のない僧侶や巡礼者を狙った、無分別な暴力行為と非難した。インド首相、マンモ・ハンシンは、インドの伝統は、すべての宗教への敬意を教えるものであり、このような宗教的施設へのテロ攻撃は、絶対に許されるべきではないと非難した。 インドの仏教団体のボンテ・サーダ・ナンド・マスト・ヘイバーは全世界の仏教徒が突然のテロ攻撃に悲しんでいる。このようなテロは決して起こってはならない。と非難した。インド連邦議会ラージア・サバーもテロ攻撃を非難した。ビハール州政府は事件後大テロ部隊を組織した。ダライ・ラマ14世及びガンデン・ポタン首相、ロブサン・センゲ、スリランカ首相、 マヒンダラアジャパクサ、ミャンマーの国家顧問アウンサンスーチーはテロを非難した。カルマパ17世は、この無分別な暴力に対してこれ以上の暴力がエスカレートしないように信徒には冷静に対処することを訴えた。また、ティンレータイエドルジェも悲しい事件であると発表した。スリランカ首相、マヒンダラアジャパクサは、このような仏教だけでなく世界中から損崇されている。 聖地でテロが発生したことに対して深い悲しみと憤りを覚えると非難した。ミャンマーの国家顧問アウンサンスーチーもテロについて不愉快であると発表した。また、タイ政府、シンガポールの仏教組織、北東インドの仏教団体が非難声明を出した。タイ、ラオス、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、スリランカの仏教団体や世界仏教と連盟も、 テロを非難したその他、インド全土でテロへの抗議として、更新やゼネラルストライキのバンディが行われた。世界協会協議会もテロを批判した。ナーグプルの仏教僧侶が抗議として自ら犠牲になろうとしたが警察に制止された。ありがとうございます。